でででで、ガチャ。おい、こちら麦わらのルフィ。後でソゲキングっていうゴークベリーの首を差し出しに行くから、お金準備しとけよな。ガチャ。今の電話なんじゃ？その娘ゴークベリーで買うえ？世界会議に行こうとしたら、ひょんなことからオークションに出されて、ひょんなことから天竜人に落札されかけてるわ。なぜか私の服だけ。じゃあこっちは6億ベリーだ。7億ベリーだえ。8億。9億だえ。いや9億も持ってないって。誰もいなければこの女の服は私のものになるえ。いや、できれば私も落札してほしいんだけど。ルフィ、別にレベッカの服だけなら落札されてもいいんじゃないかな。ナミ、あの服はな、ありったけの夢がかき集められてるんだよ。知らないのか？いや、知らないけど。大丈夫だ、俺にはまだとっておきのへそくりがあるからな。おいおい、ルフィ、へそくりって一体どういうことだよ。プルルルル、プルルルル、ガチャ。おい、こちら麦わらのルフィ。後でソゲキングっていうゴークベリーの首を差し出しに行くから、お金準備しとけよな。ガチャ。今の電話なんじゃ？よし、ナミ、ゴークベリー準備できたぞ。いや、あんたウソップ売ろうとしてるよね。海軍に売ろうとしてるよね。いや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 、そ、そんなわけあるわけないだろ。いや、目がベリースロットルしてるけど。レベッカをベッドの上で開国するだあいつ相当ヤバいやつだな。レベッカのドレスローザ黒船の来航だいや、あいつヤバいよね。俺よりはるかに、へ、んた、い。もう落札されちゃうんだわ、私の服だけ。やっべーよ、このままじゃレベッカのドレスローザな部分が開国されちゃうって。服だけ。誰もいなければこの女の服は私のものになるおい天竜人、こっちは10億ベリーだ。じゃあ11億ベリー出す。12億ベリー。14億ベリー出す。いや、そんな金持ってないって。天竜人ってどんだけ金持ってるの？ルフィ、もうレベッカは無事なんだし、服は諦めましょうよ。ナミ、お前にはわかんないだろうけど、あの鎧にはワンピースより価値があるんだよ。え、そんなに？おいサンジ、レベッカの鎧とオールブルーどっちが大事？鎧だ。え、そんなに？ナミ、安心しろよ、俺にはまだへそくりがあるからさ。え、ルフィさん、そんなにへそくりあるんですか？プルルルル、プルルルル、ガチャ。おい、こちら麦わらのルフィ。後でメカ人間の3億9400万ベリーの首と、骨お化けの3億8300万ベリーの首を差し出しに行くから、お金準備しとけよな。ガチャ。今の電話なんじゃ？勝手に首の予約がどんどん入る日じゃけ。よし、ナミ、7億4900万ベリー準備できたぞ。いや、あんたブルックとフランキー売ろうとしてるよね。海軍に首売ろうとしてるよね。いや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 、そうそう、そんなことあるわけないだろ。いや、変わらずに目がベリースロットルしてるよね。もう仲間をお金としか見てないよね。誰もいなければこの女の服は私のものになるおい天竜人、こっちは20億ベリー出すぞ。こっちは40億ベリー出すベレレレレ、ベレレレレ、ガチャ。こちら麦わらのルフィ、海賊狩りのロロノアゾロ、黒足のサンジ、悪魔の子ニコロビン、海峡のジンベ、わたあめ大好きトニートニーチョッパー、セットで首売りするからベリー準備しとけよな。ガチャ。いや、仲間をセット売りしてんじゃないわよ。今日はなんていい日だけの。あ、でも1000ベリーはいらんけの。え、きっときっと覚えてるから、追いつけないまま大人になって、君のポケットに夜が咲く、口に出せない